ダイアナロス、ダイアナロス、ダイアナロス、ジアネ、エルネスティーネ・アール・ロス、1944年3月26日イ、はアメリカ合衆国の歌手、アメリカで最も成功した黒人女性歌手の一人であり、ブラックミュージック界の大御所である。ミシガン州デトロイト出身、ハイスクール時代の1959年に女性4人組のコーラスグループ、 プリメッツを結成。プリメッツは、1961年にモータウンと契約、3人組となってザ・スプリームスとしてデビュー。ダイアナはザ・スプリームスのリードシンガーとして、愛はどこへ行ったの、ストップインザ・ネーム・オブ・ラブ、恋は焦らず、キープ・ミー・ハンギン・オン、恋ははかななど、数々のヒット曲を放ち、トップスターの仲間入りを果たす。ほとんどのヒット曲は、 モータウンの看板作曲家チームのホーランド、イコールドジャーイコールホーランドの作品である。もともと、ダイアナ・カズトが目立っていたザ・スプリームスだったが、1967年にはメンバーチェンジを機に、ダイアナ・ロス・アンド・ザ・スプリームスと正式にグループ名が変わった。ザ・スプリームスの人気が一段落した1970年に、ダイアナはグループを脱退。ソロ歌手として活動を始める。 ソロ転校後も、同年リリースの、エントノーマウンテン、ハイイナフを代わりに、タッチミンザモーニング、マホガニーのテーマ、テーマフロムマホガニー。日本では、ネスカフェの CM 曲としても、有名などの全米一ヒットを放ち、スーパースターとしての地位を確立した。1971年、ビリー・ホリデーの電気映画、ビリー・ホリデー物語、奇妙な果実に主演として起用され、 映画女優デビューした。この配役に関して批判もあったが、1972年10月に映画が公開されると、その演技は批評家の賞賛を得た。ジャズ評論家で、ホリデーの友人であるレナード・フェザーは、レディデーのエッセンスを的確に表現していと賞賛した。ロスの演技により、ゴールデングローブ賞及びアカデミー賞の主演女優賞にノミネートされ、 ゴールデングローブ賞新人賞を獲得した。サウンドトラックもヒットし、ビルボードを200で2週連続第1位を獲得し、発売後8日間で30万枚を出荷し、当時の記録を破った。200万枚近くを売り上げ、ロスのアルバムのベストセラーの一つとなった。1975年に公開された、ロスの2本目の映画、マホガニー物語でも主演を務めた。 前作で共演したビリー・ディ・ウィリアムズと再共演し、ロス自身が衣装デザインを担当した。ファッションデザイナーを志望する女性がトラブルに巻き込まれながらランウェイモデルとなり、業界最高峰となる話であった。監督は当初トニー・リチャードソンであったが制作途中で降板し、ベリー・ゴーディが引き継いだ。ゴーディとロスは撮影の最中衝突し、ロスは撮影終了前に、 プロダクションから離脱したためゴディは、秘者のエドナ・アンダーソンを、ボディダブルに起用した。工業収入の上では成功したが、非評価からの評価は低く、タイム氏はゴーディを、アメリカで、最も才能のある者の,の一人である、ダーナ・ロスの無駄遣いと非難した。1976年、ビルボード氏のランキングで、ロスが歌う主題歌が第1位を獲得した。1977年、 モータウンはライマン・フランク・ボームのオズの魔法使いを全員アフリカ系アメリカ人出演者によりブロードウェイで上演していたザ・ウィズの映画化権を獲得した当初映画には舞台出演者が多く出演することになっていたしかしドロシー役は舞台版ではステファニー・ミルズが演じていたがロスが映画プロデューサーのロブ公演に自分を配役するかけ合ったために ドロシー役はロスが配役された。このためドロシーは学生から学校の先生に脚本が変更された。カかし役も舞台で演じた役者ではなく元モータウンのマイケル・ジャクソンが役された。映画ウィズはに400万ドルで制作されたが、1978年10月公開以降、興行収入はに105万ドルであった。公開前に CBS に テレビ放映権を1000万ドルで売却していたが、モータウントユニバーサルは1、40万ドルの損失となった。当時ミュージカル映画で最も高額な制作費であった。この映画の失敗により、ロスの対策映画での短いキャリアは終了し、1970年代、初頭から中期にかけてのブラックスプロイテーション時代に人気のあった全員黒人出演者による映画制作は、 ハリウッドから遠のいていった。ウィズは、ロスにとって、モータウンで最後の映画となった。ロスは、映画のテーマ曲で成功を収めている。1973年初頭、ホリデーのキッのロス版はあまりヒットしなかったが、1975年、後期、は、ロスにとって3枚目の第1位となった。3年後、ロスとマイケル・ジャクソンの、は、まずまずのヒットとなった。 彼らの2枚目のデュエットで、ウィズのアンサンブルの一部であった、ブランドニューレイは、海外でもヒットした。1980年後期、映画、のテーマ曲が、トップ10にランクインした。1981年、元コモドアーズのシンガーソングライターである、ライオネルギッチーと、映画、エンドレスラブのテーマ曲をこぼれとした。テーマ曲、 エンドレスラブはアカデミー賞主題歌賞にノミネートされ、モータウンレコード最後のヒット曲となり、年間第1位の曲となった。1988年、ロスはリトルフットのテーマ曲をレコーディングした。テーマ曲、If We Hold On Together は世界的なヒットとなり、日本では第1位を獲得した。1993年、テレビ映画に出演し、女優業を再開した。 この演技は称賛され、ゴールデングローブ賞3回目のノミネートとなった。1999年、ブランディと共にテレビ映画に主演し、その直後にアルバムがリリースされた。1980年のアップサイドダウンでは、ナイル・ロジャースのプロデュースによるディスコサウンドとセクシーなイメージ戦略で新境地を開いた。翌1981年には、 ライオネル・リッチーとのデュエット曲、エンドレス・ラブが全米1位を記録。現在もデュエットバラードの定番となっている。1984年に不慮の死を遂げた、マービン・ A。1973年にデュエット作をリリースに捧げた、ミッシング・ユーの後は、アメリカではヒットに恵まれていないが、イギリスでは引き続き安定した人気を誇っていたほか、 日本でも1990年に、イフ・イホールド、オントゲザーが、テレビドラマ、思い出に変わるまで、の主題歌や、イスズ自動車、ビッグホーン、トンネルズの皆さんのおかげですの挿入歌として起用され、洋楽では、異例のヒットを記録している。1993年には、テレビ番組、開け、ポンキッキとのタイアップで、When You Dream、夢の扉を歌った。 1985年には USA f アフリカに参加し We Are the World のブリッジ部分でリードボーカルを取った。1990年代以降は講師にわたるトラブルもあり第一線からは退いているがポピュラー音楽界の偉人であることから記念イベントなどで時折顔を見せている。マイケル・ジャクソンの事件やトラブルの時は弁護士マイケルのドキュメンタリーにも出演している。 2000年にはニューヨークのマディソンスクエアガーデンで行われたディーバズライブダイアナロストリビュートにマライア・キャリーやドナサ・マーラと共に出演し2005年にはアイルランドのアイドルグループウェストライフがダイアナとのデュエット曲をリリース久々の現場復帰を果たしたまた幼い頃から信仰が深いマイケル・ジャクソンの遺言書にマイケルの子供たちの貢献人であるマイケルの 母キャサリン・ナキアとの後見人に指名されているが、マイケルの追悼式や埋葬式には出席しておらず、これを受けるかに関しても公に発言していない。2014年1月に息子で歌手のエヴァン・ロスがアシリー・シンプソンと婚約、8月に挙式、2015年にジョジが誕生。2016年大統領自由勲章を受賞。ダイアナは、 シュープリームス時代大22曲、ソロとして6曲、計18曲のビルボードホット101位のヒットを放っている。これは、ザ・ビートルズの20曲に次ぐ、史上2位の記録である。ロスは、マライア・キャリー、ビヨンセ、ジャネット・ジャクソン、マイケル・ジャクソン、クリスティーナ・アギレラ、ディル・キム、ソランジュ、テイラー・スウィフト、アシュレー・ティ・スデル、ケイティ・ペリー、ケディ・キー、ファー・ギー、 ジェニファー・ロペス、レオナ・ルイス、タマー・ブラックストン、ニコール・シャー・チンガーなど多くのアーティストに影響を与えた。スプリームスのメンバーとして、ザ・スリー・デグリーズ、エモーションズ、デスティニーズ・チャイルドなど、スプリームスの後継となる、他のアフリカ系アメリカ人女性他にも影響を与えた。ロスのキャリアや人生から影響を受けた、様々な作品がある。ドリーム・ガールズの登場人物、 ディーナ・ジョーンズはロースをモデルにしている。ロスの曲はカバーされたり、フレーズを使用されたりしている。エント・ノー・マウンテン、ハイイナフは映画、天使にラブソングをに、タイタンズを忘れない、チキン・リトルで使用されている。またこの曲は、マイケル・ボルトン、ジェニファー・ロペス、エイミー・ワインハウス、マイケル・マクドナルドなどに、ライブやアルバムでカバーされている。1998年。 モニカの第一位獲得アルバムでサンプリングされたほか、ウィル・スミス、マスター・ピー、ヘビー・ディー、ボーオン・サグズン・ハーモニーにもサンプリングされている。マスター・ピーはこの曲の他にもサンプリングしている。は、スヌープ・ドッグや MC ・ハマーの曲で言及されている。は、ソルトン・ペパショー・ン・コムズ、キッド・ロック、ミッシー・エリオット、MC ・ライトがカバー、またはサンプリングしている。は、 ノトーリアス B.I.G. キーシャコールフィーチャリングイギーアゼリア、アリアナグランデの曲でサンプリングされた。ノトーリアス B.I.G. は、ミッシングユーもサンプリングしている。エンドレスラブは、ルーサー・バンドロスとマライア・キャリーにレコーディングされ、ロスのパートナーのリッチーは後にジャナイア・トゥインとレコーディングした。は、リル・キム、ヤング・ジージーにサンプリングされた。は、ドリー・パートンとフリオ・イグレシアスに、 デュエットでレコーディングされた。2013年4月14日、ブロードウェイミュージカル、モータウンが開幕した。ベリー・ゴーディによるモータウンレコード創立と、ゴーディとロスのロマンスを物語っている。スプリームスのメンバーとして、ストップインザ・ネーム・オブ・ラブ、恋は焦らずが、ロックの伝道による、シェイプット・ロック・アンド・ロール500曲に選ばれた。1988年、 ロックの殿堂に殿堂入りし、1九9四年、ハリウッドウォークオブフェームに星が埋め込まれ、1九9八年、ボーカルグループの殿堂に殿堂入りした。二千四年、ローリングストーン氏は、歴史上最も偉大な百組のアーティストの、第九十六位にランク付けした。スプリームスのリードシンガーとして十二曲、ソロアーティストとして六曲の、計十八曲のシングルが、 ビルボードホット100で第1位を獲得した。同チャートにおいて18曲のシングルが第1位を獲得した女性歌手は他にマライア・キャリーのみである。1985年、ロスは第1位を獲得した USA for Africa のチャリティーソング We Are the World に参加した。1997年、ノトリアス BIG の第1位を獲得したヒット曲の中で 1980年のロスのヒット曲、I, I'm coming out がサンプリングされた。1976年、ビルボード氏はロスを、今世紀最高の女性エンターテイナーに選んだ。1993年、アメリカ及びイギリスにおいて70曲のシングルがヒットしたことにより、最もヒット曲を持つ女性アーティストとして、ギネス世界記録となった。ロスは、スプリームスとソロの双方で、 ハリウッドウォークオブフェームに星があり、二つの星を持つかず、少ないアーティストの一人となっている。1983年にセントラルパークでコンサートを行い、1986年、敷地内にダイアナロスプレイグラウンドが設立された。ジャクソンファイブについて、ロスはモータウンのマーケティング及びプロモーション計画で発掘したことになったのだが、 ジャクソン5を発掘した者の一人して名を連ねている。そのため彼らのデビューアルバム、帰って欲しいのの現代は、となっている。2006年、オプラ・ウィンフリーによる芸術、エンターテイメント、人権運動に携わったアフリカ系アメリカ人、女性25名を称える3日間にわたる祝典で、ロスが25名のうちの一人に選ばれた。ダスティ・スプリングフィールド、 アレサ・フランクリン、マーサ・リーブス、ディオン・ヌ・ワーウィックと共に60年代ポップスの偉大な歌姫5名に選ばれた。またロスはモータウンの女王とも呼ばれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。